にちは。鉄道 TV です。今日はこのとこずっと来てます。奥多摩湖。ここでやってみます。この格好ね、手ぶらでね、これだけ手に持ってできるように。網子。いいのついちゃったらちょっとこれダメですけどね。とりあえず何もないよりはいい。これね、こいつです。じゃらーん、ワールドショーラー。今日はこれがね、火を吹きますからね。ガツッとでっかいやつ、桜とか目指しちゃおうかななんて。っていうのはまあ、たまに釣れるらしいですけどね。うん。まあ、南岸って聞きましたけど、こっち側のね、南側の、歩いていかなきゃいけないんですって。それでこういう格好してんですけど、ちょっと、釣り禁止区域の向こう側まで歩いてって、釣りますので、この時はお試しで。もう今午後の2時なんで、ここからちょっと2時間ぐらいしかできないですけど、とりあえず竿を振りたいんでね、行ってみます。よろしく。いやー、結構歩きますね。見えるあそこ見える黄色い部位がね、あの辺過ぎないと釣っちゃダメらしいんですよ。でここまで来るのに、ね、結構何キロだ、2、3キロ歩きましたよね。これはね、厳しい。自転車でもあれば使いたいけど、自転車もダメみたいですね。歩くしかないようですね。みんなどこで釣ってんだろう。南岸の釣り場とか言ってたけど、いやー、初めてだから全然わかんねえし。今日ね、平日なんですよ。なおさら誰もいないしね。もうちょっと歩いてみます。地図がありました。今これでしょう。現在地、ここ、この辺で釣れないかな。ちょっと帰りもあるし、あんま遠く行きたくないしね。ちょっと行ってみます。多分もうすぐだと思うんで。なんかいよいよやばくなってきたな。なんかあれですよ、もう全然整備されてない。とりあえず道みたいになってるけど、やーべ、そんな感じなんだ。ほんと下手したら熊出るしね。そんな感じ。うわー、いやー、ほんとかって感じだ。マジか。ちょっと舐めてましたね、これ。帰りもあるからなぁ。あんま釣る時間がなくなっちゃう。やっとあっちに見えてきた。あの、ブイが。あそこまで行けばね、あそこまでが
禁漁区域らしい。いや、猿のね、声とかガサガサ落としたりね。いや、やべ、知らずに来るとやばい。これね、触れ合い道とかって全然そのそういうレベルのウォーキングっていうより山登りですよね。いやー、軽装で来てよかった。タックルボックスなんか持ってたらマジ無理っすよね。いや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 、こんな道だと思わなかった。もうちょっとしわっとね、なんだ、明るいとこ来た。もうこれどこだ。あ、オッケーオッケー、ちょうどここだからね、この下からだったら釣りしても大丈夫。てか降りられるのかなって感じです。疲れた。おお、いけるいける、あの下ね、いけるいける、広くなってる。行ってみますかね。やべ、気をつけないと。おお、やべえ、マジか。おお、よいしょよいしょ。ここね、降りやすくなってるからみんなここでやってんだ。降りやすいもんね。ほら、こんな広げちゃって、こういうことね。こういうことは今日誰もいないけど、いつもはみんなここ来るんでしょ。ほら、こんな道になってるし。やりました。危ね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 、あそこで転がった。あ、でもね、なんとか着いた。